チャンネル、梅梅チャンネル、梅梅チャンネル、梅梅チャンネル。これなんなんやろな、これ。これなんやろな。植物検定170級、大阪植物専門学校校長、植物博士歴14年、植物柔道黒帯、薄型テレビ考案者、前科持ち。下のなんか生えてるやつあれやろ。これ高砂ユリやろこれ。あ、知ってんねや。知ってるよ、ユリやん。これ花や。あ、咲くんそれ。これ咲くよ。ユリってこうやから。あ、そうやって咲くんや。こう咲く。せやな。どうせやったら食おうか。うん。てかここの珍しい草結構生えてるな。これ見て。まず。何これ、まあ、あのアゲハチョウのサナギなんやけど、これ。え、しかもこれポケモンのトランセル。昆虫好き、これ以下省略。あ、マジで。そう、トランセルあれから蝶々になるやろ。これアゲハチョウのサナギやから。うん、もうじきなる。草の刈られ具合見て。お前そのこ、あ、おったや、もうおったやな。おい、もうおったやこれ見て、こいつ。何それ。え、これ、うん、これおるやろ。あ、ちょっと待って、硬い。もう言うてるもさなぎかもしれん。これがいわゆるキャタピー。あ、似てるわ。むちゃくちゃ似てる。キャタピーから何になる。トランセルになるやろ。うん、で顔ら、いや顔とほんまにやったやった、ほんまにやってるから。ほら、いや、あのあれやで、さっき言って。中入ろう。じゃあこれだけ採取していく。それと下のやつ2個あるから行きましょうか。ゲットしました。すごいなこれ。みかん、アゲハチョウめちゃめちゃおるな。ここすごいわ。ほんまにサファリパークやな。おう！はーい、じゃあね、こちらさっき撮ってきたユリなんですけども、これ、みんなこれ見たら、絶対撮ってください。食べれるんで。で、これどうやって美味しく食べるかを僕が今から説明するんで、これ、ほんま、ライフ YouTuber やと思って。今、命を拾いました、あなた。これの美味しい食い方。まずこちらね。こう、つけます。小麦粉をつけます。つけたところにこちら、天ぷらの汁をつけます。こういう風にね。で、緑ここ先ちょっとだけ残してください。これは絶対に。で、これをそのまま、はい、おーい、このまんまなんですね。でも、もう一個いっちゃいますね。ちょっと衣入れるわ。爆発しそう。あ、うわーい、あ、ユリ爆発するかもしれん。下手し、ちょっと爆発するかもしれん。ユリ閉じてたから、ちょっとあげろ一回。あっつー。よし、穴開けました。中で爆発するんで、こう中でバーンって絶対穴開ける。痛み強い人は別にそのままでもいいんですけども。よし、いや水分やばいじゃん。ユリの水分が出てるかもしれない。落ち着いてください。皆さん、こういう時は一旦ユリの水分がすごい出てます。あー、危ない危ない。あっつえあっつえあっつえ。クリアできた今。これはマジで危ない。早く避難しな。めちゃくちゃ飛んでるよ。よう見てる。危ない危ない危ない。じゃあ何もない、手で行くしかない。早く。危ない危ない。やばい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 。止めろ、一回止めろ。よし、止めたぞ。で、すぐ行こう、すぐ行こう。早く上げよう、早く上げよう。よし、ユリこんな機嫌ぶってたとは思えなかった。はい、できました。こちら見てください、ユリの天ぷらです。ユリの天ぷらって初めて言いました。塩コショウで味付けたいと思います。ちょっとお分かりいただけただろうか。画面中央、塩コショウを振った後の手がグッドポーズ。はい、ちょっと一部に固まってしまったんですけど、お普
通に食べれるんで食レポっていうか味していきますね。いただきまーす。あっ、じゃあ、ごめんなさいね、早速いただきまーす。はい、こらお亡くなりになってるやん。あんましたあかんねやけど、投げました。ごめんなさい。めちゃくちゃまずい。どう？めちゃくちゃまずい。やばいな、これ。よかったー。これが多分、エビとかやったら、怒られるけど、これ、野草やから、別にこう、捨ててもいいでしょ？はい。検証結果、ユリは、食べれない。ですが、もう、人間のもう、ギリの時は多分食べれる。